皆さんおはようございます。感動を生み出すいちご農家竹下博嗣です。今ここは海老野のですね、違うなんだここは霧島海老野小林、はい、海老野の山の中です。はい、ワンチャンスをつかみに来ました。実は今日は徹夜です。昨日1時半過ぎ2時ぐらいまでですね、自分の人生の課題に向き合って必死になっている方と面談というか、そこに寄り添ってました。そして今朝も宮崎県小林市にそのまま走ってきました。その人の人生に寄り添うことによって自分の可能性も開いていく、リタニフルスイングっていうのをいろんな方に伝えていますけども、本当にリタニフルスイングした結果自己成長、それが成果につながっていくっていうのを今日味わいました。また可能性が開きました。チャンスは悪魔の顔をかぶってます。本当に自分の人生を変えるときにはできないって思った時ほど飛び込む、これを今日味わっています。私はこれからも可能性を開き続けて皆さんにその様子を伝えていきます。以上です。